去年の12月21日に、阪神5700系の新編成、5725F が尼崎に陸送で搬入されたよ。これにより5700系は合計13編成の52両に到達したことになり、大体南海8000系の増備数と同レベルまで来たこととなるよ。さらにこの 5725F が導入される1ヶ月前に、5723F が導入され、それに伴って5001型のトップナンバー、5001F が捕食者の職業となっているよ。そして今回の導入でも現在走っているいずれかの編成が、運用を外れることが予想されるよ。このペースでいくと早くて2024年度には粉砕が完了され、5700系の増備以降はまた別の新型車両が出る可能性もあるよ。ただ、今回導入された 5723F、5725F の両編成とも、製造時から防犯カメラが設置されていないため、防犯カメラ設置のために古い車両を粉砕するということが、今後あるかどうかわからない状態ではあるよ。1年半ぶりの増備から1ヶ月後に再び増備される5700系、今後はどのようなペースで増備を進めていくのか、今後の動向に注目したいところだよ。